ワンステップ。で、家に帰ったら一通の封筒が来てまして、でそれを開いたら、肺に影があるので、至急その再検査をしなさいと書いてあって、で母親も入退院を繰り返して、父親が一人で家にいて、その世話をしながらっていうところで、まあそこが辛かったっていうのがまず一個ありますね。だから決してその自暴自棄になって、がんだからダメだとか思うんじゃなくて、とにかく今できること、ベストの治療を探して、とにかく生きる努力をする、で望みを捨てないっていうことかな。それで、はい、手術の終わった後に取り出した上葉部の検査をして、でリンパのところも見たけれども、リンパに転移している様子がないので、うん、まあ経過観察だと言われたんです。でただ今度新しい先生に今度変わったんですけど、今回からそうすると、その全く何もなかったわけではないとか言い出してですね、要はリンパの中に何か粒があったと、ただそれって検査したけど悪性と言えるものではなかったと、なので悪性というふうにはお伝えしてませんけど、何もなかったかというと突起物はあったよと、小さいやつがね、あと右上葉部の肺の中に要は散らばりがあったと、そういうのがあったので、うん、だから完全に 1B の中でもそんなに手放しで喜んでられる状態ではなかったけど、今のところ所見はないという、なんかそういう言い方をされて、なんか全然すっきりしないというですね。だったら最初から言ってくれよと思ったんですけど、前の先生は全然そんなこと言わなかったんですよ、うん、ですね。なんかこう、まあ、5年間はしょうがないっていうことなんですかね。なんか僕なんかこれは僕の経験で、これも単なる一連にしか過ぎないですけど、3年経つとなんか言い方がちょっと変わってくるっていうのは、なんか思いました。1年、2年、3年はなんか絶対触れもしないようなことを3年ぐらい経つとポロッと言い出してくるみたいな。なんかそれは、なんかそういう境目がなんかあったなとかって、なんか、それは悪い要因だったことも言ってくるんですか？あ、いやいや、いい方向ですね。つまりサバイバー生存率ってあるじゃないですか。うん、つまり時間が経てば経つほど、生存率が上がっていきますっていう、はいはいはい、悪い方、5年生存率だと低い方にどんどんこう見ちゃいますけど、1年間生存していたら、より次に再発する率がどんどん下がっていきますよっていう、あ、そうですね、いい意味 の、 プラス思考 の、 サバイバー生存率。それは今回言われました。あ、ただ、ただ前回1年目の時までの先生がおっしゃってたのは、再発は2年以内にほぼ起こるんだと、がとても多いと、ね、とても多いとおっしゃってたので、私としてはやった2年間大丈夫だったって喜んだら、やっぱ3年でしょっていきなり言われてじゃあ分かりましたって数字教えてくれって言って、2年目までに再発する人がって全体の再発定員の何パーぐらいですかって言って50強だと、で3年経つとこれが7割8割になってくるっていうから、そうかとか思って、まあマラソンみたいなもんですね。そうですね、なんか言い方はなかなか難しいもんですね、うん、はい、ありがとうございます。では続いていきましょう。お願いします。辛かったこと、まあさっき最初のところでちらっと申しましたけど、ちょうど親が、介護になって施設に入る入らないで、母親も入退院を繰り返して、父親が一人で家にいて、その世話をしながらっていうところで、まあそこが辛かったっていうのがまず一個ありますね。そこはやっぱ辛かったですね。でまあそこを知らないから、親は手加減せずにもう無理難題を吹っかけてきますし、もうと思って、もうそういうそこは非常に辛かったです。で他はそうですね、初めてやっぱりがんって言われた時に、これって人間って面白くて痛みをどん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 吸収していって慣れてくるんでしょうけど、最初にがんって言われた時はもう真っ青ですね。その
なんていうかな、死ぬ原因が起こって本当に確実に死に向かうっていうのを意識すると、また死ってすごく怖く見えて、でがんって言われた時に、肺がんって言われたら、肺がんってなんか死ぬイメージがあるんですよ私。だからって思って、ですぐ生存率をネットで調べたりするんですけど、ステージ1であっても2割の人が死ぬんだと。8割生きるんじゃなくて2割が死ぬ方に目がいく。あ、でネガティブな方に目がいくってありますよね。そうそうそう、本当ね、1週間ぐらいはもう何も考えられなかったですね、いや考えてるんですけど、その死に対する恐怖っていうか、なんだろうな、もうとにかくいろんなこう、あの今までの人生が走馬灯のように回ってくるっていうか、もう何をしたらいいのかも分からなかったっていうか、もう泣くしかないですもんね。もう泣くしかないけど、まあ1週間経つと少しこういろんなところに思いがいくようになって、家族のこととか、もう要はお別れが来るわけじゃないですか。であとは趣味のこともそうですね、十分自分はコンサートに行ったのかとかね、もっと行きたかったとか、そうすると、なんか、いや僕はもっと本当はいろんなことしたかったのにとかいう思いが出てきて、いや死ねないと、でも死ぬかもしれない、どうしたらいいんだっていう、そのもう頭の中が錯乱するというかですね、本当に今まで自分ってちゃんと精一杯生きてきたんだろうかって思って、まあ反省、悪いことばっかり考えますね、とにかくその時って。そうですね、そうですよね。続くことが当たり前というか、そこに疑いも何も持っていないところが、これは違うんですよとか、まあ、別に命がなくなることは別に誰しもそれは知ってることで当然のことだと分かってますけども、それがあなたの番ですよっていうぐらいにこう言われた感じになると、ちょっとその動揺は激しいですよね、激しいですよね。で、これが重要だったかどうか私は未だに疑問なんですけど、そこがすごく気になったのことが、両親が私に小さい時からずっと繰り返し言ってきたことがある。親より先に死ぬな、それが一番の親不孝だって言われてて、で今それがひょっとしたら起きちゃうわけじゃないですか、なのでそこが申し訳ないっていうのがすごく強く出てましたね、そういうのもあって、やっぱ子供が先に死んじゃいけないんだっていう、なんかそういうのが勝手にこう強く心の中にあって、で特に親が自分も俺は死んでやる死んでやるって騒いでる最中にですね、なんかそれはとてもなんか強い気持ちとして、とか思って、なんかそうですね、お父さんのなんか苛立ちみたいなことも伝わってきますし、でまたこちら側のどこに持っていけばいいのかわからない気持ちだったり、なんかいろんなことが本当にこう混沌とするというか、ぐちゃぐちゃになるというか、そんなことだったんだなというのはすごい思います。今はとりあえず施設にも今は入ってらっしゃるということですか。はい、夫婦2人で同じ部屋に入ってます。あ、これはまたそれでいいですね。もうそうなるとそのご兄弟で、見るっていうことはなくなっていて、まあそれでも1年にね4回ぐらい帰って、なんかちょうど今朝帰ってきたばっかりですけど、ずっとお盆の間いて、毎日行って外出させて食事させたりいろんなことはしましたけど、確かにそうですね、なるほど、ありがとうございます。はい、はい、あ、では次に行きましょう。はい、はい、お願いします。がんになって気づいたこと、そうですね、いかがですか。がんになって気づいたことっていうのは、やっぱり死を意識したっていうことですかね、で自分って死ぬんだなっていうのが
こうビビッドに見えてくるところがあって、でそうすると先ほど言ったように自分って今までどう生きてきたのか、何をしてきたのか、今後どうやってこのがんになって死ぬまでの間どう生きるんだとか、なんかそういったところをこう急速に振り返るっていう、そんなところがありました。で結果的にはおそらくもう一回私が再発したりするともう一回その時期が多分来て、また落ち込む期間があって1週間ぐらい泣き続けて、それででも何かせないかんなっていうことを考えると、やっぱりあれですよね、今できることをするっていうことしか多分ないのかなと。で自分が音楽が好きだったらもう徹底的にコンサートを楽しみまくるとか、旅行が好きだったら旅行にどんどん行く、でそれは何を犠牲にしてもお金の問題じゃなくて、とにかくやれることをやるっていう風に多分なるんだろうなとは思いました。今もあれですか、そんな風になってらっしゃるんですか。今は特になんか戻ったなっていう感じ。今は平行状態を保ってるので、平行状態、バランスを取りながら、だから寛解した場合のことも考えながら、やっぱり 今はもうとにかく仕事を一生懸命やって、趣味もやりながら、唐津にも帰ってお祭りに参加しながら、そこの地元の同級生たちと楽しくやるっていうのを、がんになる前から引き続きやってたことを淡々とやってるっていうような、そんな状態で、運動もやってるし、で毎日体重を測って体脂肪を測って食事をつけてカロリーバランスをとってっていう、まあもうルーチンをやってるっていう感じですね。ありがとうございます。では続いていきましょう。はい、がんサバイバー仲間に伝えたいこと、じゃあお願いします。これは私は僭越すぎて言えないんですけど。そうですか。いや、自分自身がまだそのがんっていうのを完全に受け止めてないような気もするし、通り一辺倒のことになっちゃいますけど、やっぱり望みって捨てちゃいけないなと思うし、常にこうどうやるべきか、何ができるかっていうことを考えて生きていくしだろうなっていうふうには思います。だから決してその自暴自棄になってがんだからダメだとか思うんじゃなくて、とにかく今できることベストの治療法を探して、それから長谷川さんのやられてるような会に参加して情報を得て、いろんな知識を得てベストな治療法を選んで、とにかく生きる努力をする、で望みを捨てないっていうことかな。でそれから日々を大切しながら自分のやりたいことをどんどんやっていくっていうことなのかなっていうふうに思います。ありがとうございます。もう今まで話してきたことそのものですね。もうそれしかないかなと思いますね。特に特別に何かするってもできないですもんね。確かになんか、そうだなと思います。特別なことって多分そんなにないような気はしますよね。もちろんそれがある方もいらっしゃるのかもしれないですけど、でもでもあれですよね、ワンステップとかに入っていろいろお話を聞かせていただくと、ステージ1っていうのは非常に少数派ですけれども、そういったところでお話聞いてると皆さんすごく前向きで、いろんなことやられてるじゃないですか。なんかあれって私はちょっとそこまでのステージに行ってないので、自分がそうなったらどうなるかわからないですけど、すごく励ましになるっていうか、ステージ3とか4になってもちゃんと楽しく生きられてるし、いろんな活動されてるし、それからあとやっぱり治療が進んでいってるというか、薬もいいのがどんどん出てきてるので、それをどの薬を使ってそれが効かなくなってもまた次の治療法がこういうのがあるっていうことを探しながら、皆さん協力し合いながら生きてらっしゃるので、そういうのを見るとこういったところに入って情報を得てこう
やっていくっていうのは非常にその心の励ましになるっていうか、私にしても仮にステージが進んだ後もそういったふうに同じように情報を得ながら、いろんな治療法を探していって、それからあとやっぱり気持ちを共有できるっていうのは素晴らしいことなので、うん、友達からとか家族から大丈夫とか頑張ってねって言われてもなんかこうピンとこないんですよね。私もそういう人たちに頑張れとかいろいろ大変だねって言ってたんですけど、実際自分がなって言われてもあんまりこう言ってくれてる気持ちは嬉しいんだけど、言われてもなんかこううーんっていう感じになるんですけど、そういった同じ患者さんっていうか同じ境遇の方たちと話をすると非常に心にしみる話があるんで、もしそういったね、肺がんとかにサバイバー仲間に伝えるとしたら、やっぱり患者会とかいろんなところで話をして情報共有とか、あとは共感していくっていうのは非常に心の支えになるかなとは思います。ありがとうございます、言っていただいて、うん、ね、あ、いやいや、なんかその確かに皆さんがそれぞれの生活をすごい大切にしてらっしゃる、もちろん不安とかそういうのはもう常にあって、うん、別にそれはなくなりはしないんだけど、うん、治療は治療で大変だし、個性よりもうね、のた打ち回ってる時もあったり、いろいろそれはそれであるんだけども、一方で生活をしてますよね。やっぱりなんかその人らしくやってらっしゃるなーっていうのは感じていて、なんかそれが、もともと大塚さんもそんな風に生きてらっしゃってきて、で、また会に行ってもなんかそういったことを見ると元気つけられるみたいな風に、そんな、なんかことを言ってくださると、とてもこちらとしては嬉しいなと思います。うん、もちろんだから皆さんも、大塚さんを見ながら、あ、こういう方いらっしゃるんだなっていう、そういうところで元気つけられてるなと思いますけどね。はい。あ、では、大塚さん、最後に、はい、最後の質問になってきました。お願いします。好きな言葉を教えてください。ああ、これは、私はずっとちっちゃい頃から思ってるのがあって、意志のあるところには道があると。それで正しいのかな、日本語は正しいかどうか分かりませんけれども、はい、とにかく Where there is a will, there is a way っていうのがあって、意志のあるところには必ず道があると。だから、まあ、諦めるなという言葉がちっちゃい時から好きで、やろうっていう意志とモチベーションと、まあ、そういったものがあれば必ず何らかの道はあるっていう言葉が好きですね。まあ、できることをやっていくんですよとか、うん、やれることを見ていこうみたいなお話があったと思うんですけど、そうです。今回の本当に大塚さんのお話と、この大塚さんのお話はもう終始一貫してこれですよ。今の言葉に。まあ、それしかないって言われたらそれしかないんですけど。あ、いやいや、いい意味で言ってます。もう一貫しているです。一貫していて、これなんだって。これが自分の人生の一番大事なことなんだって。うん、でそれは、その言葉を好きだと言ってたら、行動そのものが全部そうなってるって言えばいいんですかね。うん、なんかただ裏を返すと、できてないからそう思ってるっていうのもあって、あ、そうですかね、よく会社でも言ってたのは、よくワンチームとかね、はいはいはい、言うじゃないですか。で、ワンチームとか掲げてるチームに限ってワンチームになってないですよね。あ、だからワンチームって言わないと生きていけないからワンチームって言ってるんだって。ワンチームって当たり前のことができてたら言う必要も何もないんですけど、だから私も多分意思のあるところに道はあるっていうのは、多分いろいろこう迷うところとかくじけそうになるところが多いから、やっぱりそう言い聞かしてるんだろうなと思いますね。決して意志が強いわけじゃなくて、逆に意志が弱いからそういうことによって多分奮い立たせてるっていう面はあると思います。確かに、うん、そうですね。それは達してないという意識があって、そのプロセスの中にいるんだっていうのは、なんかとってもなんか皆さんをなんか元気づける言葉なんじゃないのかなというのはすごい思いました、うん。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ワンステップ。